久子様が今日この映画を見てくださるかといってもう内容を変えるわけにはいきません。ありのままを見ていただくしかないんですが、まずはみんなにグータッチでおはようって挨拶するところから始まります。そのグータッチからいただくエネルギーは本当に大きくて、よし今日も一日頑張るぞと、本当に毎日楽しい現場でした。楽しみにしております。久子様が今日この映画を見てくださるかといってもう内容を変えるわけにはいきません。ありのままを見ていただくしかないんですが、特別な日になりました。久子様今日はありがとうございます。